研究テーマに固執してるわけではなくて、なんかその時々に出会ったもので面白いことを自分でやっていくっていうイメージかな。教科書に載ってることをやっても、まあ教科書通りにしかならないから、じゃあちょっと教科書外れたらどうなるのかやってみようみたいな、まあそこを外れた時に何があるのかっていうところは自分でも知りたいかなと思ってました。本当に面白いことはやってると血が湧き立ってくる感じがする。東京大学大学院工学系研究科の、バイオエンジニアリング専攻に所属している永原壮太です。研究室は定坂井研究室で、高分子ギルのシミュレーションの研究を行っています。中学校とかぐらいの時にドラマでそういうサイエンス系のドラマが多くあって、まあ、具体的に言うとガリレオとかっていうシリーズがあったんですけど、まあ、そこを見て、あ、すごい科学ってかっこいいなみたいな、普通に電気分解とかのが教科書にあった時に、あ、じゃあ自分の家でもできるかなと思って、ちょっとこそこそと電池使って普通に塩水とか分解したりしてます。普通に導線と電池と塩水を用意してペットボトルの中に入れてこうピッてやって、で分解していったらちょっと青くなってきたんで、やばい、銅イオン出てると思ってすぐやめたんですけど、多分教科書には銅イオン溶け出すとまでは書かれてなかったので、あ、これ銅溶けるんだ、危ないなと思ってやめたりはしたんですけど、高校に入ったらそういう化学部とか実験やってみたいなっていうふうに思うようになったので、まあ高校に入ってからそういう部活をに入って活動するようになりましたね。私の高校だとやっぱり語りの文化っていう文化があって、自分が今何を持ってるかとか、どういうふうになりたいかっていうところを結構話すのが、まあ一般的というか、みんなそういうふうに話す人が多かったので、そういうところの意見の交換だとかアイデアの提供っていうのは、まあ自然に行われていたのかなと思います。周りの友達は結構理科とかが好きな子が多かったので、まあそういう子とかに、科学部だったらこういうのってどうなるか知ってるみたいに聞かれて、いや、教科書通りだと、まあこういう風なんだろうけど、実際にやってみると分かんないかもしれないからやってみるかみたいな感じで、結構周りからもアドバイスもらいましたし、まあ周りも結構そういう知的探求心が強い子が多かったので、すごいありがたいなと思ってました。同級生が超伝導体の研究をしてたんですけど、本当に金属学会とかいろんな学会で喋れるぐらいすごい面白い研究テーマだったんですね。でも何回も何回も聞いてしまって、僕も研究の内容を覚えてしまって、で最後の発表会の日にその子が突然参加できなくなってしまったので、ビデオを用意してもらってたんですね。ただビデオの音量小さくて聞こえなかったので、僕は代わりに全部プレゼンを行うっていう、そういう逸話もあります。うちの研究室面白いから遊びに来てよっていう風に言われて行ったのが、定坂井研究室でした。でそこで高分子ギルの精密な制御をしているって話を聞いた時に、ギルって、まあ、例えばゼリーだとかそういうところとかで使われてるんですけど、まあ、そういう身近にある材料ってそんなに精密制御できるんだとか、その精密制御しなきゃいけない理由がこんなにたくさんあるんだなっていうところを知った時に、あ、こういうふうに制御するのすごい面白いんだなっていうところを実感したので、この研究室に行きたいと思ってマテリアル工学科を選んだという感じです。これは、高分子のシミュレーションを行っている時の画像で、赤いところが、高分子の鎖、今回の場合はポリエチレングリコールっていうその高分子を表していて、で周りの部分が、水分子を一応表していることにはなっています。全部の原子とか炭素とか酸素とかを全部、ちゃんと表現すると計算時間かかりすぎちゃうので、今回の研究ではその赤いところがポリエチレングリコールの、まあ、基礎となっている大きさの部分を一つの粒子として、で白い部分が水なんですけど、水分子4つを一つの、白い粒子として表しているっていう、そういう感じになっています。シミュレーションってそういう分子とか原子とかのをすごいかっこよく絵で表現してくれてるんですよ。やっぱそういうところを見ると、わ、やっぱりシミュレーションってかっこいいし、普段だとそういう小さな世界って見ることはできないと思うので、そういうところを表現できるシミュレーションってすごいかっこいいな。今の研究は高分子の一本差を溶媒中で引っ張った時にどうなるのかっていうところをシミュレーションしています。でなんでそのような研究を行っているかっていうと、一般的に高分子ギルっていうものはゴムと同じようにそのエントロピー断性っていう断性でその硬さとかが決まっているっていうふうに言われていたんですけど、当研究室の最近の研究結果として、その負のエネルギー断性っていうその新しいエネルギーを持っているっていうことが高分子ギルで明らかになりました。で
その負のエネルギー断性っていうのがあるのは分かったんですけど、なぜ起こっているのかっていうことがまだ解明されていないので、そこの部分をシミュレーションで解明していこうという内容になっています。同じ研究室の研究室同期とはよく話をしていますね。その子も私と同じ負のエネルギー断性のテーマを使ってるんですけど、まあその子は実験系なので、まあ、実験やってる人の視点としてこのシミュレーションの結果どう思うっていう話をしたりだとか、あとはその子があの実験やってるテーマについて、これって本当はどうなのみたいな風に僕の方から聞いたりもするので、まあ、そこでディスカッションすることでより深い、なんて言うんでしょう、視点とか考え方とかが得られてるんじゃないかなというふうに思います。やっぱ楽しいですね。お互いやっぱり分かってないこともいろいろあるので、2人でうーんってこれはどっちなんだろうって考えたりもするので、まあ、そこはやっぱり悩ましいところであるんですけど、1人で悩むよりは全然楽しいです。誰かが何かを作ったりとか新しいものを生み出して、でそれの楽しさをみんなで共有できる社会ってすごい面白いですし、毎日飽きないと思います。いやもう楽しいですよ、そんな毎日だったら。Could you age the future?